16進法を用いて数値を入力する計算機16進法とは16をそことしそこ及びそのべきを基準にして数を表す方法である16進奇数法とは16をそことするクライドリ奇数法である慣用に従い通常のアラビア数字は重進表記とし16進奇数法での表記は16で表す慣例として十六進基数法で表された数を 16、真数と呼ぶことがあるが、P 真数における P イコール16の時という意味ではない。一般には、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F の計16個の数字を用い、10を A、15を回、16を10と表記する。桁が一つ動くたびに、数値は16倍ずつ変わり、 整数第2位は16の位、整数第3位は256の位、小数第1位は16分の1の位、小数第2位は256分の1の位となる。整数小数コンピュータではデータをビットやオクテットを単位として表すことが多い、それぞれ日地表記の1桁、8桁で表現できる。後者には16新表記がよく用いられ、 日地表記の4桁が1桁で表現できるので、日地表記より短く表すことができる。1オクテットは2桁の16新表記で表現することができる。これは16、16新表記と考えることができ、256新表記の特殊な表現であるとも言える。16新表記の1桁はニブルとも呼ばれる。16新表記はよく使われるので、プログラム言語では、 リテラルとして特別な表記が準備されていることが多い。一般に大文字の AF と小文字の AF を区別しない16の表記の例を挙げる。読み方は重心表記の線々と区別するため文字並びのまま0、X、1、0、0, 0、0などと読む。汎用ではヘキサの線もしくは線ヘキサといった読み方も行われている。上記の数字につく H や X は 英語で16進法を意味するヘクセデスサムルから取ったものである16進表記であることを明示する英会の文字を用いて9以上の数字を表現する方法はコンピューター例明機にはまだ一般的ではなかった日地表記から16進表記に変換する方法を以下に示す整数部分編集日地表記を右から順に4桁ずつ区切る 最後が4桁未満の時は、空いた部分には、すべて例があるとみなす。各部分を16新表記に変換する。得られた16新表記を並べて16が得られる。この方法は桁数に関わらず通用する。例えば、2は2であるから、16となる。小数部分、編集小数部分の変換方法は、次の通り、日チ表記を小数点を基準にして左から順に4桁ずつ、区切る。 最後が4桁未満の時は、空いた部分には、すべて例があるとみなす。各部分を16新表記に変換する。得られた16新表記を並べて16が得られる。したがって、2イコール16である。この方法は桁数に関わらず通用する。割り切れない小数の循環部は、下線で示す。10となる16には因数に奇数が含まれていないため、1、3や1、5といった。 一奇数がすべて割り切れない。小数を分数化しても、M、奇数となる小数が全く現れない。したがって、偶数も、1、6、1や1、A、1といった、一奇数で割り切れる偶数は割り切れない。6の倍数も10の倍数も逆数にするとすべて割り切れないので、単位分数は無限小数が満ち溢れ、逆数が有限小数になる例は2のべき数だけになる。 その他の計算例一桁同士の計算。単位計の16進法では、数は10進法を用いて表記し、16に至ると単位を繰り上げる方法をとる。ヤードポンド法では、質量の単位に16進法が用いられる。借款法の質量の単位の一部にも16進法が用いられる。ありがとうございます。